韓国書籍の専門書店チェッコリがお届けする音声コンテンツ、渡辺直子のクリムチェキヤギ。皆さん、明けましておめでとうございます。チェッコリスタッフの澤田です。2024年スタートしましたね。本との生活、また韓国語や韓国の本や文化との接点ではどんな年になりそうでしょうか。このクリムチェキヤギは今年も皆さんと韓国の絵本との良い出会いがあるように放送を続けていきたいと思っています。楽しみにしていてくださいね。それでは今年最初の回を最後までお付き合いいただけると嬉しいです。皆さん、明けましておめでとうございます。セイボンマニバデュゼヨ。今年も渡辺直子のクリムチェギヤギを通して韓国の絵本を読む楽しさを皆様と共有していけたら嬉しく思います。さて、今回は新年の1回目ということで、昨年私が個人的にとても感動した韓国画の絵本をご紹介したいと思います。昨年末に横須賀美術館で隣の国の絵本、躍動する韓国イラストレーションの世界という素晴らしい原画展が開催され、9名の作家さんたちの約200点に及ぶ原画がおそらく日本では初めてというくらいの規模で展示されました。私にとってはこれまで多読の会などで読んだことのあった作品もあれば、作家さんのお名前も初めて認識したというものもあったのですが、特に韓国画という韓国の伝統的な手法で描かれた絵にぐっと心をつかまれて、韓国の絵本というのは最近のものだけではなくて、ずっと前のものから芸術的な完成度が高い作品がたくさんあるのだなと改めて感じる機会になりました。その中でも絵に特に感動して、これは手元に置いて長く読み続けたいと思ったお気に入りの絵本を今日は3冊選んでみました。1冊目はヘチはケムルサヒョンジェ、ヘチと怪物4兄弟という絵本です。1998年の絵本なので、もう25年以上前の作品ということになります。日本ではヘチと怪物というタイトルで大竹清美さんによる訳が2004年に出ています。ヘチというのは韓国に昔から伝わる想像上の動物で、太陽の神でもあり、見た目は獅子のような姿をした正義の守り神のような存在です。この絵本の絵を描いたのはハン・ビョンホさんという1962年生まれの作家さんで、チュゲ芸術大学で東洋画を専攻した方です。多読の回でもハン・ビョンホさんのセガデゴシッポ、鳥になりたいという少しシュールな絵本が人気なのですが、このヘチと怪物は古い作品ということもあって、実はこれまであまり注目していませんでした。ところが今回原画を見ていい意味でびっくり驚きました。ハン・ビョンホさんの描くヘチは緑色の体に赤い目をしているのですが、その色彩というのが本当に韓国らしい色使いで、ヘチに懲らしめられる怪物四兄弟の色や表情も、それから背景の山や雲や太陽も、韓国の風景、韓国の美しさという感じがして本当に素晴らしいんです。こんなに美しくて、そして面白い韓国画が他にあるだろうかというほど感動しました。ぜひ絵本を入手して絵を見てほしいと思います。それと
ヘチと怪物と並んで、ファンゾウはトッケビ、牛とトッケビというイーさんが描いた物語にハンビョンホさんが絵を描いた絵本があるのですが、こちらも改めて読んでみて、その絵の素晴らしさと物語の面白さに改めて気がつきました。この絵本も韓国の絵本の代表作として合わせて読んでいただくことをお勧めします。私はハンビョンホさんの絵にすっかりハマってしまったので、今年はハンビョンホさんの他の作品を引き続き追いかけてみようと思っています。では次に2つ目の絵本は、ミスルガネガンキュウリ、美術館に行ったキュウリという作品で、日本語訳は出ていません。パクチョルミンという作家さんによる作品ですが、この方は1966年生まれで、ハンビョンホさんと同じく中華芸術大学で東洋画を専攻された方です。ユリというのはパクチョルミンさんの娘さんのお名前だそうで、そのギュリちゃんが初めて美術館に行って、そこに飾られている民画の絵から飛び出してきた動物たちと一緒に遊ぶというお話です。ギュリちゃんと動物たちはじゃんけんをしたり、韓国相撲のシルムをしたり、泳いだりしてのびのびと遊ぶのですが、そこに登場する民画の虎や鹿、魚や鳥たちというのがとても色鮮やかで、いい具合にボワーンと境界線の墨や顔料が紙にこう滲んで幻想的で、動物たちの表情はどこか滑稽でもあり、見ていてとても楽しく美しい絵です。一冊目でご紹介した太陽の使いヘチもまた一味違った姿で登場しているのですが、こういったいかにも韓国らしい動物やモチーフがたくさん登場するので、韓国の絵本を読んでみたいという方には本当にぴったりの作品ではないかと思います。約30センチ四方の大きな絵本なので、パクチョルミンさんの絵の世界を大迫力で味わうことができるところも魅力です。最後の一冊は、チャドンムルシゲチャギョンヌ、自動水時計チャギョンヌという絵本です。チャギョンヌというのはセジョン大王の時代に活躍した科学者チャンヨン氏が制作した自動水時計の名前で、物語はこの水時計の研究に明け暮れていたチャンヨンシルが、時を表す十二支の動物たちに導かれて、シガンハラボジデル、時のおじいさんたち、あの神様なんですけれども、を訪ねてヒントをもらうという内容です。この歴史の絵本の絵を描いたキム・ドンソンさんは、1970年生まれで、本一大学で東洋画を専攻し、今では韓国を代表するイラストレーターの一人になっている方です。韓国の昔のお話などをモチーフにした叙情的な作品が数多くあり、日本でも母さんまだかなやチェクポ、おばあちゃんがくれた大切な包みなど、キム・ドンソンさんの描く素晴らしい人物画や風景画を通して、韓国の情緒を味わえる絵本が複数翻訳されています。このチャギョンヌの絵本も歴史ものなので、キョンボックンの建物やセジョン大王が登場したり、チャンヨンシルが十二支の動物たちに導かれて、山奥に住む時の神様に出会うファンタジー的な場面などもあったり、とても見応えがあります。キム・ドンソンさんの絵本は構図の工夫などから映像作品を見ているような気分にさせてくれるところもあって、とにかく
超実力派であることが一目でお分かりいただけると思います。チャギョンヌについての詳しい説明なども付け加えられたの良い本なので、これもぜひ読んでみてください。それでは今日はここまでです。今回ご紹介したい本はどれも韓国らしさ、韓国の美を存分に味わえるものばかりなので、皆さんぜひチェッコリでチェックしてみてください。それでは次回もぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。감사합니다。絵本のお話いかがでしたでしょうか。活気あふれて新たな風を吹かせてくれる最新の韓国絵本のお話もとっても興味深いですが、韓国の歴史が感じられるような色合い、そして長年親しまれてきた画風を味わえる韓国画の絵本もまた私たちには新鮮で、もっと知りたい世界だなと感じました。そして直子さんは今年はハン・ビョンホさんの作品をもっと楽しみたいとお話しされていましたね。皆さんは今年気になっている作家さんや絵本のテーマなどありますか？ぜひコメント欄でも教えてください。今回直子さんがご紹介した絵本に興味が湧いた、読んでみたくなったと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンでも教えてくださると励みになります。紹介した書籍は、神保町のチェッコリ店舗のほか、オンライン書店チェッコリブックハウスでもぜひチェックしてみてくださいね。サイトのリンクは YouTube またはお聞きのポッドキャストの概要欄にございます。それでは次回はまた2月の初めにお届けします。寒い季節ですが、皆さん元気でお過ごしくださいね。ありがとうございました。